アマゾンの特典のデカール貼ってみようっていうかね、今ねなんかアマゾン限定ありの方がね、なんか値段が1000円以上安いんだけど、4000円くらいだから買っちゃったんだけど、4100円だっけな。あ、これだ、ダンボール、うわしこれか。なんかね、特典なしの方がね高くてね、5300円だっけな。特典ありの方がね4100円だっけな。なんでだろう、普通アマゾンって特典ありの方がさ定価で高いのにね、値引かないから、値引かないで売ってるんで。うわぁ、これすげえな、なんだこれ。これゲーム中見えるのかな、これ箱。ちょっと貼っていこうぜ、全部アマゾン仕様にしようぜ。めっちゃ荷物つけて、もう一個つけるか。やっぱ見えないとこも飾るでしょ、ここでしょ。凝るね、俺90度にちゃんとして。あ、いいや、これで。ちょっとこれでやってみよう、この機体で。R タイプなんてスーファミのスーパー、うわすげえ、何これ、運び屋じゃん。アマゾンの配達に行くみたいになってるじゃん。スーパー R タイプ以来だな、 R タイプって俺。でも R タイプって言えば PC エンジンだけどな、すげえな今の時代の。今こういう横スクロールのシューティングゲームって出ないもんね。アマゾンの配達じゃん。ちょっと配りってくるわ。ちなみにこれプレステ5の SSD にやってるんだけど、まあ波動あるんだな。あ、基本は同じなんだ。あれ、壁に当たっても死なない。あ、死なない。あれ、前死んだよね。もうちょっとグラディウスとグッチョグチョになってんの。あ、アイテムとかが分かんないな、まだ。ロボットが出てきた。すげえ綺麗だな。
お、こいつ、このシルエットは昔の R タイプといえば代表的なボスじゃん。あ、やべ、これかわせないって。待って、かわす。うわ、今のかわせんて。ちょっと復帰にロード入れないでほしいな。もうファミコン世代ではありえんぞ。今のシグリューってその場復帰だと思ったけどな。ロードしてまで戻したがるってどういうこと？なんで戻されるための罰か？この火の玉かわせなかったぞさっき。あ、これはかわせる。子供みてえがいるんだ。よし、だか。こんな感じ。俺アマゾン忘れてた。あ、ちゃんと貼られてるんだ。こんな感じでした。運び屋、宇宙都市に配達か。でも久しぶりのシューティング面白い。